リモートマッチとなりました。一本のパスに心奪われて一つのゴールに熱狂する、そんな日常が戻りつつあります。さあセレッソのキックオフで試合が始まります。まず梶さん、はい、清水の両サイドバックなんですが、そこは落ち着いてかわしたセレッソ、奥のこの位置、まあ、エスパルスの方は先ほどの鈴木選手の動いたスペースを誰か使いたいですね。はい、大分戦ではセットプレーから得点を奪っています、このブルーノ・メンです。さあ後半のキックオフです。どうでしょうね。そうですね。さあデトラが前を向いている。鈴木コントロールして左に出す。西澤、松田がすごい、あっとここは西澤のシュートでした。取ってからね、まあ、鈴木選手が外に流したんですけど、キックフェイントでかわしながらシュート。グランダー柿谷、背負いながらのプレー、相手をかわしてヒールで出す、丸橋折り返した。さあフリーになった、右足のシュート、最後松田に行く。最後誰ですかね。そして清武、この位置にポジションを取ります。うまく引っ掛けてカウンターを仕掛けるか。ここは丸橋のカバー、前を向いている。いいパスが出た、奥野の左足だ。一瞬ですね、一瞬の隙を突きました。丸橋奥野で先制したセレッソ。いつも得点に絡んだ丸橋の今のプレー、ドリブルで運んだのありですね、勝負ありですね。あのパススピード、このパススピードと足元に入るボール、正確で非常に良かったですね。まあ奥野選手も落ち着いてましたね。ブルーの面です。清武、豊川へ出せるか。清武スルーパス、足元、豊川、梅田が飛び出す。さあここでシュートだー。最後片山が決めました。素晴らしい片山。清武選手ね、2枚来てるんですけど、剥がしてこの足元へのボール、豊川選手ちょっと流れましたけども、まあそれを後ろからフォローしてた片山選手もいるしね。ここですよね。うわー、ナイスボールですね。試食でもありましたが、はい、さあここはいいスピードでパスを回しましたが、ホイッスル、ここで試合終了です。セレッソ見事な勝利を飾りました。